バオダイは、現朝大南国の、第十三代にして、最後の皇帝、ベトナム帝国皇帝、ベトナム民主共和国最高顧問、後に、ベトナム国軍朝。聖、意味名は、玄福永水、後に、玄福、と改めた。バオダイの名は、知性の年号である歩代に由来し、歩代帝とも称される。維新七年十月二十二日に、 不春景城の工場の資金城で生まれ、当時の創始国であるフランスへ留学した。慶帝10年11月6日に、父の慶帝帝が崩御すると、1926年1月8日に、工場のタイア伝にて、皇帝に即位し、年号を、補大とした後、留学を続けるため再び、フランスへ渡った。補大を7年に帰国し、 その知性においてはフランスからの自立を目指して内政の改革などに努力した。補大正9年にはカトリック教徒で高知市な出身のゲニューシランと結婚した。太平洋戦争末期の補大正20年3月には前年のビシイ政権崩壊に伴い日本軍が民豪作戦を実行してフランス軍を制圧したことを受け、 フランスからの独立を宣言して、ベトナム帝国を樹立し、その皇帝となった。当時の日本軍人の中には、日本へ亡命中のキーガイ、法強しを、ベトナム帝国皇帝に押すものも少なくなかったが、南方総軍や第38軍は、ベトナム新政権に不干渉の方針で、軍政を敷かないことや新日政権への改変をしないことを、 すでに決定していたため、保大帝は、独立した、ベトナムの最初の原種の地位を手にした。しかし、日本が敗戦すると、その直後に、ベトナムでは8月革命が起こり、ホーチミンが、伝説の革命家として、有名な原愛国であることに感銘を受けた、保大帝は、ファムカクホエ官房長官の後押しもあって、自らの非合条件に8月30日に正式に、 対医し、9月2日にはベトミンによって、ベトナム民主共和国の独立宣言が、ハノイでなされ、バオダイは、ベトナム民主共和国政府の最高顧問に任命された。その後、公式の外交代表団の一員として、法中寺に亡命し、1946年には、イギリス植民地の香港へ渡った。ベトナムでは1946年に、フランス連合と、 ベトナム民主共和国の間で第一次インドシナ戦争が勃発したが、バオダイは1949年にベトナムへ帰国し、フランスの支援により南ベトナムのコーチシナ共和国を吸収して樹立されたベトナム国の元首となった。第一次インドシナ戦争の講和協定として1954年にジュネーブ協定が成立するとベトナム国は国際的な承認を得た。 パッシー墓地にあるバオダイの墓バオダイは1954年にゴディン・ジェムを首相に任命したが、ジェムは1955年にバオダイを引きずり下ろすために国民投票を実施した。その結果、ジェムは勝利し、ベトナム国を共和制へと移行させ、ベトナム共和国を樹立してその大統領に就任した。廃位されたバオダイはフランスのパリへ亡命したが、 その後はベトナムへ帰国せずに、カンヌ付近で余生を送る。1972年には、ベトナム戦争の終結と南北の和解を呼びかけていた。1997年7月30日に、パリの陸軍病院で死去した。着死女諸死女保大通法十分戦保、大通法小平戦保大通法打声戦保大帝は、保大正8年に、 フランスより帰国後申請を始めたが、その際、歴代皇帝の例に倣って、知性の年号を冠した、新たな動線を鋳造した。これが、古代通報である。大別して2種類の形式があり、一つは、直径約 27mm、重量 3.5g から 4.5g で、裏に十分の買い当たり値の表示があるもの。もう一つは、 直径約 24mm、重量約 3g で、裏無地のものである。これは6分に相当した。これらは、円形片項の、いわゆる、穴空き銭の形態をしており、東アジア諸国において2000年以上にわたって作られ、続けた。この形式の貨幣としては、世界最後のものである。当時、皇帝の地位は、名目的なもので、 ほとんどの政治的権限はフランスによって奪われていたが、従来からあった伝統的なアナきキゼニを発行する権限は保持していたのである。フランス人がサペックと呼び、安南の民がドンまたはテンドンと呼んでいたこれらの貨幣は、フランス領インドシナの公式通貨たるインドシナ銀行発行のピアストルカとは別体系の通貨制度をとっており、 互いに交換相場を変動させつつ、同一地域で2系統の通貨が、おのの独自に機能していた。フランス側は、通貨の統一を図って、たびたびサペックの通用を無効とする布告を出したが、この地域の人口の大半を占める農村の催眠の間では、日常の経済活動において、小額取引に便利なサペック化が必要不可欠で、あったため、徹底させることができなかった。 翌朝大正9年2月に、保体帝は直流を発して、従来変動していた、現状発行の穴空きゼニーとピアストル化との交換率を固定し、1ピアストルにつき、10分線は1強30枚で6強半、6分線は1強50枚で6強半と定めた。一方、インドシナ植民地政府の側でも、保体帝による振動化発行と時を同じくして、 北部のトンキンにおいて、補代通報の名が刻印された打性の銅貨を発行し流通させた。これは、直径 18mm 重量 1.4g であり、600枚で1ピアストルと銅貨とされた。また、打性の補代通報の中に、直径が 26mm 程度の大型ゼニーが、わずかながら存在するが、これは、試作家であると言われている。ありがとうございます。